うちようこそ。さあ、ここからはですね、皆さんと一緒にじゃんけんをしていきたいと思います。よしよし、うち準備はいいかな。でもね、見てわかると思うんだけど、うちは手でグーチョキパーができないんです。ですので、代わりにやってます。体でじゃんけんをしていきたいと思います。立てる方は立ちましょう。みんなにも同じ形でじゃんけんしてもらうと思います。ブッチーと同じ形でね、グーチョキパーを体で表現していきたいと思いますよ。いい、ブッチー。よし、じゃあまずはブッチーのグーチョキパーをお教えします。ブッチー、グーは皆さんごめんなさい、グーこうよ、体をつまみます。はい、これがグーです。じゃあ続いてブッチー、パーは、はい、パーは足と手を開きます。はい、いいかな。じゃあ最後、チョキ。チョキは足だけを開きます。これがチョキです。いいですか。はい、じゃあ練習してみます。プチ、グー、みんなのグー。はい、じゃあ続いてパー。はい、オッケー。ではチョキ、足だけですね。わかりましたか。皆さん、大人の皆さんもご参加いただいて構いませんよ。はい、ではうちやっていきましょうか、ね、じゃあ勝った方はそのままタッチをしてください。で、もう負けたら座ってくださいね。よろしいですか。さあ、それでは参りましょう。何回かね、じゃんけんを行っていくんですけれども、ちょっと人数が減ってきました。10人以上くらいかなと思うんですけれども、ブッチのクッキーをプレゼントしたいと思いますので、頑張って立ち上ってください。いいですか。では、いきます。じゃんけんぽい。ブッチはパーなので、パーなのでね、チョキの方が勝ちよ。チョキが勝ちよ。あら、もう見ただけな、もしかして。あら、ちょっと勝つよ。はい、おー、2人あげるかもしれない。はい、4人勝ちましたかね。じゃあ、4人勝ったので、とりあえず4人は、クッキー、もう決定です。あと何個あるの？あります。ちょっと見せてもらって。はい、10あるのか。じゃあ、4人は決定で、じゃあ、まだやろう。まだやろう。あ、そうですね。じゃあ、とりあえず4人の方、ちょっと前に出てきてもらって。うちから、ちょっと、あ、せんべいじゃない。せんべいしよう。せんべいあげましょう。怖いことだ。そうなんですよ。はい、はい、OK、 ありがとうございます。はい、まだ、あ、そうそう、どうぞ。はい、はい、おいしいおいしい、うちゆめです。うちのイラストが入ってますよ。はい、ではもう一回いきます。参加したい方に立ってください。じゃあ、頑張ってブッチーにじゃんけんで勝ってくださいね。では、いきます。じゃんけん、ほい。ブッチーの勝ちです。